大人の世界にようこそ。はい。今日もね、またアプリの方、やっていきたいと思います。今回ご紹介するアプリが、Speak and Translate の Pro という、要するに有料版ですね。多分無料版もあるんですけども、これは何かというと、簡単に言うと、翻訳機ですね。私、英語全然喋れないんで、例えば海外旅行とか行った時に、外人さんが何喋ってるかっていう、まあ、リスニング能力が私全然ないんで、これをやって、喋ってもらって、翻訳してもらって、ああ、この人こう言ってんのね、OKOK、みたいな感じで、そんな簡単に物事を言うことは思わないですけど、まあ、そういうふうにね、使いかなって、まあね、別に海外旅行に行く予定も今のところないんですけども、まずどういうふうにね、訳されるのかってちょっとやってみましょうか。まず、今これ、ジャパニーズの方にチェックが入ってるんで、私が日本語を喋ると、こっちで英語で、訳してくれるわけですね。こっちのアプリの方で。じゃあ、まあ、簡単なことから。うん、はい。聞き取れるのかな？こんにちは。おお、すごいね、うん。ちゃんと訳してくれましたね。聞き取り能力なかなかですね、これね。もうちょっとなんか、そうだな、なんかないかな。なんか変なこと言ってみるか、ちょっと。うん、焼肉食べに来なさい。え？うおー、すごい。すごいよ、これ。これすごいよ、これ。よく私のこの滑舌の悪さをね。焼肉 go to eat. ああ、なるほどね。焼肉 go to eat. よし、OK。そんなこと言って、まず海外旅行で言うことないよね。なんか、海外旅行で言いそうなフレーズ。わかった。タバコはどこで吸えますか？喫煙者なんでね、このタバコは。あれ、待て。まだ喋ってんのか、ちょっと。ダメ。ちょっと止めんの、これ。ストップ。もう一回。タバコはどこで吸えますか？あ、ダメ。タバコはどこで吸えますか？ダメなんだ。長すぎんのかな？タバコを吸うのはどこですか？タバコどこで吸えばいいですか？喫煙所はどこですか？あ、来た。そうだよね。喫煙所はどこですかでいいんだよね。うん、この日本語のフレーズを出すのも難しい。Where is the smoking? あ、これもう一回聞いてみよう、これ。これ、そうするとね、スピーカーマークを押すと出るんですよ。もう一回。Where is the smoking area?、うん、なるほどね。うん、これ私多分ね、使うと思うんだよ。タバコ吸いたい時にね、特に海外って日本以上にうるさいじゃないですか。だから、これはね、うん。よし。で、早速じゃあ私、今覚えた、Where is the smoking area を英語で喋ってみて、果たしてちゃんと日本語に訳されるのか。つまり、外人さんにこれ通用するのかちょっとやってみましょうか。Where is the smoking area? OK。さ、今イングリッシュにしました。はい。じゃあ喋ってみます。はい。Where is the smoking area? ん？なんか微妙に変わってますね。Where is the smoking area? でも一応ちゃんと訳されてるみたいですね。これ上見ると Where is あちゃんと聞き取ってる。感じはしますね。Where is the smoking area? 出てますね。うん。あと、まあ、英語私喋れないんでね、何もフレーズが出てこないんですけども。ちょっとじゃあ、もう一回ジャパニーズで。そうだなぁ。なんか使いそうなの。はい。おすすめ料理は何ですか？おお、すごい。これレストランで使えそうですよね。What is the recommended dish?、うん、
ディッシュって料理、レコメンディッチュってのはおすすめのことなのかな？おー、すごいね。これ使えるぞ、これ、本当に。で、おすすめ料理は何ですかっつって、これをスピーカーマークを押して、外人さんに聞かせる。あーって、こうやって通用するわけですよ。私喋んなくてもね。私は日本語だけを喋ってればいい。これ使いますよ。まあ、ちょっとしたことを聞きたい時とかだったら、これ使いますね。まあ、こっちは日本語だけ喋ってればいいんですからね。で、これを聞かせて、向こうの人に、ああ、OKOK、なんとかかんとかって言われたら、ここをまたパッと出てきて、あ、この人なんて言ってんだ、みたいなね。現代版翻訳こんにゃくみたいなね。いいですよね。まあ、これ結構使えそうなアプリなんで、もし海外の、外人さんと話す機会の時はね、あるときはこれをちょっと使ってみたいと思います。これはね、そこそこ、4、500円ぐらいしましたね、確かに。まあ、ただなんて別に私はいいんですけどね。はい、というわけで、スピーク&トランスレートのプロというのをご紹介しました。本日はこの辺で終了します。また次回もよろしくお願いします。さよなら。